皆さんこんばんは。仙台で活動しておりますお笑い集団 T ライズネクスト G 所属のピン芸人相澤和也でございます。さあこの番組はですね、私相澤和也が、なんとなく常日頃思っている、これなんか面白いんじゃないのみたいなのをね、こう皆様にお届けするという、番組になっております。約30分弱の、番組でございますが、最後までよろしくお付き合いいただければと思います。さあ、唐突なんでございますが、この相澤和也の大脳マップ2、なんとこの10月のね、この番組がちょっとこう編成が変わるタイミングで、なんとお引越し、この枠のねお引越しをすることになりまして、どういう経緯でこうなったかと言いますとですね、僕が毎週出させていただいているネクスト G のお笑いしたいですっていうのが、木曜日の22時からの枠で毎週、何組かの芸人やってるんですけれども、そこの枠にですね、ちょっと別の芸人の、ラジオが新しく入るということで、このお笑いしたいですの枠が第3水曜日のこのね水曜日のゴールデンラインの時間に移ってくるということになったんですよ。ということはこの相澤和也の大脳マップ2、第3水曜日でやってたの、一体これどこに入るんだってな、どこに入るんだと、なんと第5水曜日に入りました第5水曜日ですよ皆さん。大体第4で終わりだと思ってるでしょ、その1週間の曜日なんてね。もう第5の週に入っちゃったわけですから、これもう実質ですよ、実質レギュラー終了みたいなことですよね。だから毎月、やってたのがこれからもう格付きになります。格付きですよ。いやー悲しいね。なんか毎月ここのラジオのためにね、ちょっとこのネタどうしようかなって考えるのが、結構なんかまあルーティーンじゃないですけれども、こうサイクルになってたんでね、それがちょっとなくなっちゃうのが、完全になくなるわけじゃないですけどね、ちょっとまあ残念だなと思うわけですよ。第5水曜日なんてこれいつあるんだといつあるんですかって話ですよね。じゃあちょっとカレンダー見ていきましょうか。カレンダーね、まず、来月10月、ありません。まあそれはねそう簡単にないですよ。11月ありません。で12月29日、これ第5水曜日あるじゃんと思ったら、これ年末なんですよね。で年末って大体ラジオ3ってなんかその特番というか、なんか特別編成みたいになってるから、ここはちょっと放送されない確率が高いってなってくると、1月ございません、2月ございません、で3月30日ありますので、皆さんとは来年の3月にお会いするということですね皆さん今年はお世話になりました。皆さん本当にありがとうございました良いお年をということでございますよいやーそうですか、来年にならないとできないですか、第2のマップ2ついやーそうか、結構第5ってないですね。意外ともうちょっとなんかね、2、3ヶ月に1回ぐらいのペースで来るかなと思ったんですけど、全然なかったですねまあでもそれ以降はまあ3ヶ月に1回ぐらいのペースで一応来てるのかな。まあなんでまたちょっと不定期的な感じにはなりますけれども、一応この番組、継続か、まあ完全になくなるというわけではないのでね、今日初めてこのラジオを、もしかしたら聞いた方もねいらっしゃるかもしれないですけれども、こういう芸人がいるということを皆さん、頭のどっか片隅に置いといて、これを半年間ねずっと維持していただきたい。だから毎週毎月ね、この毎日毎週か、まあ、週替わりで、いろんな芸人とかが、こうラジオをやってます。でその中に実は相澤和也も入ってるんだぞっていうことをね、皆さんちょっと念頭に置いていただければ、これ非常に助かるわけでございます。はい、まあね実質最終回でありますけれども、本当にいつも通り、いつもとやることは本当に変わりません。ちょっとおしゃべりの、おしゃべりとコントを、中心にお届けするという感じでもスタンスはもう全然変わりませんので、いつも通り、やっていきたいと思います。ということで相澤和也の大脳マップ2、最後までよろしくお付き合いください。帰れまてん第収録位、うわあと8位当てるだけなのに全然出ないですね。いやほんとガチなんですねこの番組。うわマジか。いやちょっと次絶対当てましょう。はい
あ、出ますか。はい。ちょっとすみません。はい。はい。はい、私ですが、はい。あ、はい。はい、わかりました。はい。すぐ向かいますんで、はい。失礼します。すみません、なんか、血の、お袋がなんか倒れたみたいで、はい。あの、なんか、救急車で運ばれて、今、病院だって、今、はい。で、病院から電話ありまして、はい。そうですね、あの、今朝まですごい元気だったんですけど、急になんか、容態変わったっていうことらしいです。はい。すみません、はい。すみません、なんか、収録中に。申し訳ない、存在。よっしゃー、どれ行きましょうか。うん、でもやっぱみんなでシェアできる系はね、結構強い気がするんですよね。やっぱこの辺かな、この辺の、はい。いや、あの、帰らないですよ。はい。帰れまてんなんで、はい。え、だから、あの、全部当てるまで帰れまてんなんで、はい。え、まだ残ってるから、8位が。はい。え、なんすか、え、用事あったら帰っていいんすか。いや、え、いや、俺が昔から見てた帰れま10ってもっとその辺シビアでしたよ。ねえ。え、なんすか、俺ら視聴者を騙されてたってことですか。え、え、やらせ番組ですか。いやいやいや、息子が見てんすよ、この番組。ねえ、どう思います、自分の父親がやらせ番組出てるって知ったら。ねえ、やらせの片棒担がれてるって知ったら嫌でしょ。学校行けですよ。おっさんとやりたいんすよ、こういうのさ。ねえ、そう、もう、あ、もう分かりましたよ。そこまで言うなら、じゃあ、あの、じゃあ、急ぎますけど、巻きで行きましょう。ね。巻きで、あの、すいません、あの、まだ頼んでないメニュー、あの、もう全部ください。全部。あ、急いで、あの、もうできた順に、どんどん持ってきてください。できた順に、はい、来た、はい、食べて。はい、何位ですか？大中3位。はい、次。はい、食べて。うん、はい、ない。だい、あ、もうだいとかいらない、もう22位。はい、次、はい、もう、はい、食べ終わったらすぐ次だす。はい、食べて、はい、19位。はい、テンポ行く。はい、食べて、はい、次のやつ食べて、次で8位。はい、出た。はい、お疲れさん、おふくろー、つなぎのコーナー。さあ、ネタとネタの間をトークで、つないでいこうという、このつなぎの、コーナーでございます。さあ、まあね、いつもこう僕が、まあ、気になってるものだとか、まあ、好きなものの話をねするんですけれども、まあ、まあ今日はですね、まあちょっととある、アプリゲームをちょっとご紹介していこうかなと思いまして、もう結構何年か前に、あの、発売というか、まあ無料でアップ、ダウンロードできるやつで、まあ基本無料でプレイできるゲームで、これがですね、跳ねろ恋キングっていうね、これはもう皆さん知ってますかね。まあ、あの、一応ポケモンで出てる、ゲームで、まあ、コイキングっていうのがそのポケモンの名前なんですよね。あの、まあ、コイの形をしてる、魚ポケモンで。で、まあ、もうピチピチと跳ねることしかできない、まあ、世界一弱いポケモンだと、言われてるんですけれども、そのコイキングにスポットを当てたっていう、もう、すごい、ポケモンっていう、まあ、結構メジャーなゲームなんですけども、だいぶこうニッチなね、だいぶニッチなこう需要に寄り添った、アプリゲームとなっております。まあもうね、なんかアップデートとかはもうさすがに今してないんですけれども、今でもね、たまに思い出してプレイするぐらいの、あのアプリなんですよ。これどういうやつなのかと言いますと、まあルールは簡単です。あの、コイキングとコイキングで1対1で、あの、跳ね、その場で跳ねるんですよ。で、その跳ねた時の高さを競うっていう、すっごいシンプルな、ゲームなんですよね。で、じゃあどうやったらそのコイキングが高く跳ねるのかって言ったら、コイキングをまず、釣り竿で釣り上げるとこから始まるんですよ。で、コイキングを釣り上げて、で、イケスの中で飼うんですよ、コイキングを。で、イケスの中には一定時間経過するごとに、あの、食べ物、まあ、木の実とかね、そのお菓子みたいなのが放り込まれていって、それを食べていくんですよ。まあ、あの、タップしていくと、どんどんこう食べていって、で、食べていくとね、あの、CP っていう、その独自のステータスがあって、まあ、カープポイントですよね。まあ、恋だからカープポイントっていう値があって、それが高ければ高いほど、こう高く跳ねることができると。で、あの、それ食べるだけだとね、時間かかっちゃうんで、あと、あの、トレーニング、まあ、特訓をすることができるんですよね。で、特訓で、まあ、例えばこうサンドバッグに体当たりをしたりだとか、まあ、ポケモンをこう
岩ポケモンとかをこう無理やり押すことによってこうトレーニングでこう CP を稼ぐことができると。でもいくらでもやれるわけじゃなくて、そのコイキングにはなんか限界のレベルみたいなのがあるんですよ。だからここまで上がったらもうコイキングはもう伸びしろないぞっていう。で、まあ、戦っていくじゃないですか。で、まあ、この伸びしろが完全にない状態でそのリーグ戦に挑むわけですよ。でリーグ戦に挑んでどっちのコイキングが高く飛べるかでこう勝敗を競っていくんですけど、ここからが面白いというか特徴的なところで、最大限まで能力を上げても絶対勝てない相手っていうのが出てくるんですよ。もう CP が自分の限界値よりも明らかに高い相手が出てきて、絶対勝てない相手が出てくる。でその相手に負けたらコイキングは引退するんですよ。わかります？コイキング、これはもう何回も何回も新しいコイキングを釣り上げていって、そのコイキングの意思を受け継いで、もう最終的にめちゃめちゃ強いコイキングを釣り上げて育てるっていうところまでこのゲームは続くわけですよ。でもずっとやってるんですけど、まあ、最初のうちはね、釣り上げたコイキングとかで結構勝ち上がっていけるんですけども、だんだんねやっぱ勝てなくなってくるんですよ。で一応なんかねコイキングを、まあ、釣り上げるとか、まあ、そのバトルで相手に勝ったりすると、その一応まあトレーナーのことブリーダーっていう風に呼んでるんですけど、そのコイキングを育てる人のことね、ブリーダーって呼んでるんですけど、ブリーダーに対して経験値が当てられるんですよね。でブリーダーの経験値が上がることによって、そのコイキング育てるコイキングの限界どこまでいけるかっていう、その限界値をさらに上げることができるっていう仕組みになってる。つまりブリーダーが育てば育つほどコイキングも、育つことができるっていう感じになってくるんですね。で最初のうちは、まあ、コイキングが引退したぐらいでもうすぐにブリーダーのレベルが上がるようになるんですけど、だんだんやっぱ上がんなくなってくるんですよ。ブリーダーのその経験値メーターみたいなのがあって、でそこにまあどんどんね勝ち星を重ねていくと溜まっていくんですけど、やっぱもう一回釣り上げてそのリーグ戦戦っただけじゃやっぱ上がんなくなってくるんですよね。うん。でもうだから本当にコイキングをもうひたすら釣って、もう餌食わして特訓させて、でまた戦わせてっていうのもずーっと延々と繰り返すゲームなんですよ。まあ、最初のうちはねやっぱりその独特のなんか緩さみたいなのがあって楽しいんですけども、だんだんなんかもう本当に修行してるみたいな、ずっと同じサイクルで毎日毎日もうなんか律してる感じなんですよ。本当自らを本当になんかもう律してる、もう毎日このローテーション繰り返しなさいよみたいな、うん、そういう感じなんですよ。もう多分もうこれはプロのスポーツ選手とかも多分そういう領域でやってるんでしょうね。毎日、その同じルーティーンで、トレーニングをこう積んでいって、まあ、ちょっとでもこれが崩れちゃうと自分のなんか体調であったりだとか、ちょっとフォームが崩れちゃったりだとかっていうね、というところでちょっと影響が出てきちゃうわけですよ。でも毎日その、特訓をして、食べ物を食べて、で、特訓もねなんか3回までしかできないんですよ。で3回までやってある程度時間が経つと、まあこれはもうソーシャルゲームでいうとこのスタミナですよね。こうスタミナが回復してまた特訓ができるようになるというね、うん、もう本当に修行に近い後半になってくると修行に近いんですよ。でねまたちょっと理不尽なところがあって、よくねその RPG とか、ロールプレイングゲームとかやってると、そのなんかはい、いいえの選択肢によってなんか即ゲームオーバーになっちゃうみたいなそうシーンあるじゃないですか。なんか世界の、半分をお前にやろうっつってはい選ぶとゲームオーバーになっちゃうみたいなのあると思うんですけど、それみたいなことがそのコイキングでもあって、例えば特訓をした後になんかイベントみたいなのが発生するんですよ。その お金がもらえたりだとか、ちょっとまた特訓できるようになるみたいなそういうイベントがあるんですけど、こうモンスターボールがね不自然にこう置いてあって、でこれを開けたらなんかいいものが手に入りそうだけどどうするっていうね選択肢が出てくるわけですよ。で無視するか、ゲットするかっていう、まあ、もちろん無視することもできるんですけど、ゲットするを選ぶと、まあ、運が良かったら本当にアイテムが手に入る。でも運が悪いとそのモンスターボールがビリリ玉っていうねポケモン、モンスターボールに擬態して爆発するポケモンがいるんですけど、ドカーンと爆発に巻き込まれて死みたいな、そのコイキングが
あの爆発に巻き込まれて戦闘不能になっちゃうみたいなね。あとピョンピョン跳ねてたらあの鳥ポケモンにこう連れ去られちゃったりとか、するっていう、もうちょっと理不尽な要素もあるんですよ。もう連れ去られた小池がもう戻ってこないって引退ですよね、うん。まあ、そういうなんか、もう明らかにこいつ食われてるだろうっていう、そういうちょっと野生じゃないけどね、自然界ポケモン界の厳しさもちょっとね垣間見れるという、そういうゲームになっております。だから本当にね、後半は本当に修行になってくるんでだんだんやらなくなってくるんですけど、でも時々思い出してあの無性にプレイしたくなる瞬間があるんですよ。実は今それが来てて、あ、だから今ちょくちょくやってるんですよ。でも多分またあの半年間寝かせるんだろうなと思ってますけども、うん、でもやっぱりね時々思い出してプレイするとやっぱり面白いんでね、うん、やっぱ最初のうちはめちゃめちゃ面白いゲームなんで、これぜひとも皆さんあの無料で遊べますんで、あのダウンロードしてあの一回試しにやってみてください。ということで以上つなぎのコーナーでした。食通、おやおやおや、誰かと思ったらこの業界では有名な食通の山岡さんじゃありませんか。先日はご来店ありがとうございました。いやー、うちの板前のこと随分と可愛がってくれたみたいですね。やれ、まずくて食えないだの、人間の食う飯じゃないだの、散々な言いようだって聞いてますよ。おい、飯食ってるだけのくせして偉そうにしてんじゃねえぞ、こら！おい！おレベルの高え飯食ってるだけで神様にもなったつもりか？いただきますって言葉の意味忘れたんか、おい！おい！まあまあまあ、こちらにも料理人のプライドってものがございますんで、満足していただくまであなたを返すわけにはいきません。だからここにあなたを48時間も閉じ込めたんですよ。どうですか今すっごくお腹減ってるでしょさあ用意しましたよ、卵かけご飯です。おや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 、あの食通の山子さんがよだれで膝小僧びっちゃびちゃじゃないですか。あの山岡さんがこれ高級な卵とかじゃないですよ。レンジでチンした安いご飯にスーパーで売ってるだけの安い卵と安い醤油を混ぜただけですよ。まあそうですよね、お腹減ってますもんね。じゃああの時の山岡さんはお腹いっぱいだったってことだ。ああごめんなさいね、気づかなくて。初めからこうしておけばよかったですね。じゃあそんなにお腹減ってるんだったら早速食べていただきます。なんということだ、けつまずいてせっかくの卵かけご飯を山岡さんに全部ぶっかけてしまった。申し訳ございません、せっかくお腹が減ってるというのに。もう、あら、どこからともなく鳩の羽音が聞こえてきますよ。無数の鳩が現れた、無数の鳩が、鳩たちがすごい勢いで卵かけご飯と山岡さんを食べています。わー、すごい食欲だ。こんなに美味しそうに食べてもらえるなんて、うわー、料理人冥利に尽きるな、作ってよかった。鳩飛んでった。すっかり完食、すごい食欲だったな。あれ山岡さん、あんだけお腹が減ってた鳩が山岡さんのことは食べ残しましたよ。よっぽどまずかったんでしょうね。三大マン。さあ、皆様からいただいたお題をもとに新しいネタを作り出す三大マンのコーナーでございます。さあ今回、たくさんのね、お題をいただきましてありがとうございました。その中から3つランダムで選ばせていただきました。まず1つ目が扇風機で、2つ目がデスゲーム、そして最後3つ目がチェコスロバキア。難しいお題きましたね。さあどうやって盛り込んだんでしょうか、お聞きください。どうも相坂です、お願いします。ね、子供たちが職業を体験できる施設キッザニア東京ってあるじゃないですか。あれにですね、どうやら架空職業コーナーっていうのが追加されるらしいですね。まあ、小説とか漫画でしか見たことがないような職業を体験できるというコーナー。なんとその中にですね、 T
デスゲームの主催者が体験できるコーナーがあるんですね。まず、このデスゲーム、もう人々を殺し合いをさせるというですね、このデスゲームの主催者をこの子供たち自らが体験できるということですよ。まあ、まずですね、こう入りますと衣装選びから始まるわけですね。やっぱ雰囲気作り大事ですから、ね、クローゼットの中にキッズサイズのジャケットやらマントやらがずらーっと入ってまして、で、その中にはもちろんね、覆面もありますから、やっぱ顔を隠さないと始まらないですからね。まあもう自分のこう顔を隠すやつを探してですね、中にはもうちょっと派手なね、国旗みたいなデザイン、もありますし、もう中にはもうない国の国旗までありますから、チェコスロバキアみたいなね、あの斜めにした Y にこう赤白青みたいなこうデザインのやつとかもありますんで、で、まあ、こう選びまして、あとはもう専用のマイクというか、まあ、編成器みたいなのをつけるんですよ。ね。で、ちょっとこう声の高さを上げて、これぐらいの声でとか、これぐらいの声でみたいな。ね。もう大体の子供はここで満足します。ね。もうやっぱ声が高くなったり低くなったりするの、子供も大好物ですから、絶対笑いますからね。うん。で、あと、実際にですね、そのプレイヤーとなる人たちが参加するゲームの内容をね、こう自分で決めることができるんですよ。まあ、もちろんデスゲームごっこなんで。ね、実際に死ぬようなゲームじゃなくて、まあ、危険のある程度危険のないゲームになります。まあその辺に日用品だとかトランプだとか、いろんなものが置いてありまして、で今回はその中でも一番人気の、回る扇風機の前で誰が一番あーって言えるかゲーム、これにしたいと思います。でゲームに参加するのはキッザニアのスタッフ数名と主催者キッズ、デスゲームの主催者に扮する子供のお父さんお母さんです。でこの大の大人が扇風機の前を奪い合ってあーって叫び続けてます。主催者的にも実に滑稽ですよね。で、あーがあまり言えなかった人が最下位になるわけです。最下位に選ばれたのはなんと主催者のお母さんです。主催者が罰執行ボタンを押すとお母さんは底なし沼の中に落ちてしまいます。しかし主催者キッズ、ボタンを押せない、罰執行ボタンを押せない押せないよ、僕にはお母さんを沼に沈めることだけできないよ、お母さん。覆面を脱いで母親に駆け寄る少年、少年を抱き寄せる母親、最後は親子水入らずで沼の中に落とされます。少年はデスゲームの主催にはなれませんでした。でも才能なんてなくたっていい、成功しなくたっていい、ただ健やかに成長してくれればいい、それこそが親の願いなのです。さあお送りしてまいりました、相澤和也の大脳真っ二つ、そろそろエンディングのお時間でございます。さあ、告知がございましてですね、まず9月18日の土曜日ですね、毎月恒例のいぎなりライブがございます。我々 T ライズの芸人が総出演するというライブになっておりまして、で今回ちょっと時間帯が異なってまして、午後の6時から、長町リプルという会場で開催されます。で、まあ、いつもはその生で見るだけなんですけれども、なんと今回配信チケットがですね、こう発売されたということでございまして、芸人が各種、割引コードというのを持ってますんで、それを入れていただくと、料金800円で、ね、前売り料金と同じ金額で見ることができます。私のツイッターにもですね、固定ツイートの方に、その割引コードとあと、パスマーケットというサイトのリンクが貼ってありますので、ぜひとも、チェックしてみてください。はい、そしてですね、もう一つ、その翌日ですね、竹に進め TV という、YouTube の生配信がございます。お笑い集団 T ライズの YouTube チャンネル、こちらをチェックしていただきますと、生配信がやっておりますので、午後5時からですね、今回は、はい、午後5時からの生配信ということに、なっております。まあ、芸人たちが、2分ネタであったりだとか、まあそのキャラクターに扮したネタだとか大喜利だとか、まあいろいろなことに挑戦をしますので、ぜひともですね、応援をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、なんともうあっという間でございましたけれども、はい、もうねこの番組も、まあ一応月1でやらせてもらったのどんぐらい経つだろうね。まあこの事務所に入ってからなん、入ってから結構やってるんで、多分もう2年ぐらい、多分月1でやらせていただいてて、でまあこっからまたね、あの何ヶ月かに1回っていうまたちょっと微妙な、くくりになってしまいます。繰り返しますけど、その最終回というわけではないです。まあ事実上みたいなね、まあ、特番にまた戻っちゃったみたいな感じなんでね、またちょっと特番としてね、今後放送していきたいとも思いますんで、まあまあ、スタイルは本当に変えずに今やってるものを本当にそのままやると思いますんで、また突然ね、なんか三大マンのお題くださいとか急に言い出すと思いますんで、そしたら今月は
第5水曜日があるんだなと、皆さん思っていただければと、思うわけでございます。いやーねー、まあできればね、毎月、まあ欲を言えば毎週こういうラジオがねあれば一番いいんですけれども、うん、まあまあね、枠を残してくれただけでもありがたいと思わなきゃね。まあ、みんな好き勝手やってる、こんなリスナー置いてけぼりにしちゃってる突っ走っちゃってるのを皆さんに、あのこちらですよ、こっちですよ、急げって言ってついてきてもらってるラジオですから、本当にね、あの毎月ついてきてくれた皆さん本当にありがとうございます。あのまたね、ちょっと休み休みにはなりますけれども、またもし、ね、放送がある時にはぜひともついてきていただければと思います。ということで、相沢風の大脳マップ2、また会う日まで、それまで、皆さんは健やかにお過ごしください。また会いましょう。ありがとうございました。いやね、いや終わりましたけれども、まあ本当になんか好き勝手やらせてくれて本当にありがたいですね。まあもう一番最初の放送なんかもう全部なんかネタみたいな感じの回でしたからね、一番最初は。うん、相沢和也のなんか素が 見づらいだろうみたいなちょっと指摘とかもありつつね、うん、まあまあ僕は僕でね、あのまたやりたいこと、やってきますんで、皆さん本当に動向をぜひ、今後ねチェックしていただければと思います。全然ね、いきなりライブとか、そのライブあと YouTube の生配信とかはもう引き続きもう変わらずに、やってきます。もうここでね、まあゆくゆくはやっぱこうしっかりと何かしら、まあなんかそれがメディアに出るなのか、まあ、テレビに出るなのか、わからないですけども、こういうの結果を出せばもしかしたらまたねこう這い上がってこれるかもしれないんで、またそういうところにねちょっと頑張っていきたいと思っておりますんで、本当にね月1で、でしたけど聞いてくださった皆さんありがとうございます。また、多分来年の3月ぐらいになると思いますけれども、ぜひともその時は聞いていただければと思います。ということでまた、お会いしましょう。ありがとうございました。